やっぱりさ、いつもあの実店舗きついって言ってるけど本当にきついよね。でこれね、後でね、どっちの方がどうか先になるか分かんないけどね、仕事ねえよね。当たり前こういう風にフォーリースって出てればさ、で AI が仕事を奪うっていう以前に、ちょっとアメリカの場合それはそれよりも略奪とかの方が先かな。それで店潰れそうみたいな感じっていうのも、あのね、強盗が入ってさ、日本だとそこはまだまだちゃんとしてるかなと思うんだけどね、あの強盗致死とかになると無期または死刑なはずなん で、ただアメリカのね、あのアメリカって言ってもアメリカ全土じゃないけどさ、その特にサンフランシスコなんか、あの特にサンフランシスコなんてさ、コロナ禍前からお話はしてるけどもさ、もう万引きし放題で、そもそもコロナ禍前から店はね、あの動画で昔撮ったけども、もう8時前だったか6時くらいにはもう店が閉まっちゃってて、1店舗しかその薬屋が開いてなくって、で物パクリ放題だよねみたいな動画を作ったと思うんだけど、で日本人の英語系 YouTuber はね、それ前からね、あったかの、そう、あのそのコロナ以後にあったかのように話してるけど、それは違くて、私の動画昔からの見ていただいてる方分かると思うけども、コロナ禍前からそういう状態なん で今もうサンフランシスコってね、店ないでしょ、あの CVS もなくなってさ、でデパートもさ、昔取ったデパートも、内部はサンフランシスコ取ったけどさ、そのデパートもなくなっちゃってさ、そりゃそうだよね。あのパクっても警察が機能してないしさ、まあ戦艦ある警察の方もさ、結局捕まえられないしさ、ね、あのこれは以前からずっとお話してるけど、カリフォルニアの政治家って、あの臭いものには蓋をしろっていう話で、まあ、あの日本の政治家とどっちがいいかって言われたら、まだ日本の政治家の方がいいのかなみたいな感じはするんだけど、そういう状況でね、これフォーリース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 でしょ。でこういうふうになんか実店舗のものを取ってもさ、あの借りてもさ、まず止める車をね、まともに止める場所がない車社会だから、でかつインターネットが発達してるっていうことでね、あの配達っていうかアマゾンとかが使いやすくなったっていうことと、あとね、強盗入られてさ、抵抗してさ、逆に捕まえようとしたら、捕まえようとしてた方がなぜかさ、あの店からクビになるとか、そういうバカげた世の中になってるんで、それは誰も買わ、あの借りないよね、うん、借りたところで物パクられて、はい終わりで、戦利館ね出してね、あの強盗とかと立ち向かったら逆に自分がクビになるなんて、そんなバカげた話あるかって。だからね、日本人の英語系 YouTuber さんも、あのいつもなんかキラキラしてるような話をしてるけどもさ、何度もいいけど、あの彼女ら彼らって金ないからね、もうカツカツだからね、これは何度も言ってるけど、もう今こういう状況だから仕事を探すの大変だと思うよ。まあ日本人の英語系 YouTuber でよくわかんねえのはさ、なんで日本で、まあアメリカでもいいけどもさ、日本人同士で英語話してるの、よくわかんねえんだけど、それがなんで英語話してるの。でもあのアメリカの企業にもね、日本での外資の企業にも受かんないよね、日本の企業にも受からないよね。そういうとこだぞ、日本人の英語系 YouTuber。